はい、どうも達人です。平成の脱がし屋グラビア撮影、行ってみたいと思います。まだね、全然第1章から進んでおりません、私ございますでね。カムロ町のね、コインロッカーの鍵とかをね、なんだかんだ集めて、おりました。で、グラビア撮影もね、ちょっと1個やっちゃったんだけどね、まあ行ってみましょう。はい、もう撮影しまくろでね。もうヤクザチーマー、まあ隣にいるチンピラ、もうチンピラ借りしましたよ。でかなり金も集めてきた。うん、で今日はこの子で、前回ね、私これ一人で、ね、バニーコースとかね遊んだりしました。でビキニコースとかもあるんで、今回はもうね全部行ってやるね。はい、サンタコース行ってみよう。えい、来たよ。よろしく頼む。いらっしゃいませ。おー、サンタコス。そしてメリークリスマス。メリークリスマスね。今日はサンタの格好やで。おー、この勢いなら言えるぜ。期待以上です。いいぞ。何が分からない。えい、そっか、ありがとう。ナイスだ。なるほど。プレゼントが欲しいの？欲しいな。そうだな。セクシーショット1枚プレゼントなんてどう？なるほどね。嬉しいな。そんなご褒美出してね。ダメか。それじゃあ、はい、シャッターチャンス、はい、終了。ちゃんと撮れたかな。これを本気で怒らせたいのか。どんなんだよ。今のは冗談。かわいいな。最後にちゃんと撮らせてあげるから、まだ我慢しててな。なんだお前、あれか、いけないパターンか。冗談は、してくれ。しまった。え、ダメか。はい、それじゃあまずはこんな感じ。全部いけてない。そう、サンタなんか分からへんけど、どうかな。なんだこれ、眩しい笑顔が素敵だよ。悪くない。よっしゃ、これこうやってどんどんカメラマンの人って伸ばしてるのかね。え、ほんまに嬉しいな。どう、こんなサンタ家に来てほしい。気に入った。もちろん。男が、うん、しまった。褒めてくれるんや。男がいるんだろうな。いい子やな。じゃあ約束通りプレゼントあげないとね。はい、ご褒美。お、脱ぐんか。脱げ脱げ脱げ。来年、来年もクリスマスにプレゼントね。全然ダメじゃん。全然ダメ。もう最悪。どうやった？ただのスケベだよ、あいちゃんか。いいプレゼントになったかな。次も期待しててな。新しい衣装着て待ってるね。全部逃してる。よし。とりあえずクリアしたけどな。全部逃してるこれ。1万払うよ。だって俺139万持ってるもん。なんでそんなに大金持ちになってんだよ、ね、男子。いいぞ。よろしく頼む。じゃーん。今回から水着アリです。お客さん、いつもありがとうございます。一回。うん。目が健康的だ。
なんで、でっかい船が暴れているのか。いい反応やな。どうすりゃいいんだ。普段やったらあんまりやらへんけど、お客さんが通ってくれるから。毎回通うよね。特別に解禁やね。脱ぐんか、脱ぐか。別のところも反応してきたぜ。変態か。そうなん。いいぞ。おっしゃ。今日はこの格好で撮影やで。どうした。この水着かわいいし、いい感じやろ。綺麗な肌をしているのだ。たまらんね。あー、視線がやらしいな。いやらしくなるだろ、これ。まったく、これやからお客さんは。リナの体が消費してるぞ。ただの変態じゃないか。もう全部だよ、全部、ね、そっか、喜んでいいのかな。よいしょ。でも私肉食系の人の方が好きやから、許してあげる。撮影もさせてあげようかな。お、はい、なポーズを味わいたいんだと。ダメか。お客さんも肉食系やろ。それやったらこんなポーズとかどう。ラビアで定番ポーズをお願いします。難しい。水着じゃお客さんには刺激強かったかな。全然。あ、これいいね。やめちゃう？やめないよ。あと10枚は撮影させて。もらうぜ。たまらんね、これ。調子いいんやから。悪くない。悪くない。よっしゃ。今回の水着、よかった？よかった。その水着を外したところも見たかったね。別のも持ってるんやで。マジか。次までに用意しとくから、楽しみにしててな。たぶん。よし、最後いっか。おヒョウ柄好きだよ。頼むよ。よろしく頼む。毎度毎度大きに。関西でもいい。こんな感じのビキニやで。バイルな、うん、おー興奮するぜ。よかった。ナイスだ、ナイスだ。反応しすぎやで。そうかな。ちょっと攻めすぎたかな。いいよいいよ。これ以上なるのはございません。いい。もうあと、もうあの紐パン外して。気に入ったんや。ナイスだ。喜んでくれてどうも。じゃあ感想どうぞ。ここまで来るのに長かったぞ。なるほど、確かにね。もう興奮しすぎ。するよ。こんなポーズ取ったらお客さんどうなっちゃうんかな。そりゃもう来てるよな。そろそろ限界が近いですか。
そんなこと言って。いいぞ、じゃあいいよ。じゃあもっとセクシーなポーズ取ったらどうなっちゃうんかな、試してみていい？いいよ。なんかピョンピョン跳ねると、いらないぞ。違うか。じゃあ目標のポーズは？どう？そそる？いいね。目標っていうのは？究極のポーズだ。気に入ったんや。でももっと過激な写真撮りたくない？撮りたい。本当の特別サービスしてあげようか。マジか。これだけに本当のディナーを見せてくれ。裸だろこれ。何、いや、あれか。素敵な写真いっぱい撮ってくれてありがとう。せっかくやからもっとリナのこと知ってほしいな。よっしゃ、来た来た来た、脱ぐぞ脱ぐぞ脱ぐぞ、いけいけいけ、先生の脱がしじゃ立ち行くか、行くんか。来てるね、いいね。これはもう外したいね。ヒュッヒュッ。よし。よっしゃ、1万円払ったかやった俺。よっしゃ、ご褒美映像全部見たぞ。次、青山光行ってみよう。はい、じゃあ続いて青山光。私服1、はい、いけるのかな。よろしく頼む。よろしく頼む。いらっしゃいませ、ヒカルです。はじめまして。俺の名前は大丈夫ですか。自己紹介ね。いいね。本日は私を選んでくれてありがとうございます。他に選ぶ人頑張りますのでよろしくお願いします。写真よりきっとの方が大事だ。いいね。ありがとう。ナイスだ、ナイスだ。お時間が許す限り撮影し放題なんですよ。マジか。結構お得だと思いません？お得だね。モデルが大と一緒するぜ。ただの変態親父やな、俺はな。よっしゃ、それじゃそろそろ撮影始めます。さあ、脱ぐか脱ぐか。ちなみにこれ私の私服なんですよ。マジか。似合います？似合うね。サラサラの黒髪に、いや、似合う。いい感じですか？いいね。よかった。いいぞ。嬉しい。じゃあ早速こんな感じでどうですか？お、いいね。おお、運動がいいのか。なんでダメ、まあ、いきなりそんなこと言っちゃい変態ですからね。光
誰なら露出した方がいいかも、ただの初対面っていうことばか、それが。え、もっと違うのがいいんですか。だから脱げよ。わかった、もしかして変なこと考えてるんでしょ。おー、うんが、うん、鋭いな。そうだよね。そうですね。いいぞ。いいぞ。こういうのがいいかな。あ、いいね、いいね、いいね。こういう感じってどうかな。あ、いいね、いいですね。こういうの。タリマをもっと見せてごらん。ただの変態親父だ。全部伸ばしてやる。あ、もう時間。まあな。次来てくれたら。もっと頑張れるか。もっと頑張れよ。それじゃ、またね。よし。よし、私服に。はい、どんどん頑張ろう。よろしく頼む。頼む。いらっしゃいませ。お客さん前にも来てくれましたよね。ちゃんと覚えてますよ。マジか。覚えてくれね。よろしいね。あれ、もしかして疑ってます。いやいや、本当に覚えてるんだけどな。本当かよ。それは疑って悪くない。今回はいろんなポーズで頑張っちゃおうかな。マジか。どうかな。いいね。今回のヒカルは、違うな。違うね。いいね。でもちゃんと盛り上げてくれないとダメだからね。もうね、言葉攻めですよこれ。ガンガン盛り上げて、いくぜ。オッケーです。オッケー。悪くない。いいね。綺麗に撮ってくれてるのかな。撮ってるぜ。リクエストがあれば言ってね。もう胸を出す、胸を出す。キラキラ。スタート行ってみて。笑ったし、ウェイ。うん、ただのね。そういう、ほら、写真家さんとかもそうやって載せていく人いるじゃん、やっぱ。え？本当に？いいぞ。じゃあ、例えば、こんな感じはどうかな。あ、あ、あ、来た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 、よし。このポーズには自信があるんだ。お、見えそうで、見えないところが、頑張るぞよー。うん、いい感じですね。いいぞ。もうちゃんと撮ってますか。撮ってますよ。ちょっと撮ってくれないと怒っちゃうからね。ムッとした表情も悪くない。もう時間が来ちゃった。短いんだよ、こういう時の時間ってすげえ短いんだよね。特別な格好で待ってます。じゃあ
またね。またね。頑張るぞ。今日全員が全部が全部脱がすかな。はい、じゃあゴース行ってみよう。えい。よろしく頼む。こんにちは。こんにちは。チア構成ようこそ。今日はこの格好で。もうコスプレやん。です。元気？いっぱいな。さあ出よう！盛り上がりすぎだ。いいでしょう。いいぞ。いいよ。それじゃあ頑張って応援。でもその前にしなくちゃいけないことがあるんだ。なんだ？しなくちゃいけないことって何？悪くない。なんだかわかります？わからないよ。当てたらサービスしちゃいます。よし来た。全員の、うん、態度ならそんなもんか。いいね、ストレッチやってみてよ。ちょっとあの開脚とか開脚。正解はストレッチでした。開脚運動する前に体をほぐさないとね。あ、いいね。よし、もっともっと、うん、運動前のストレッチは。アキレス腱筋ね、アキレス腱筋だ。そうでしょ。いいですよね。ナイスだ。体あんまり柔らかくないんですけど、だからできないんですけど。あ、可愛い可愛い。気合が本当。大丈夫。ただの変態コーチか、俺は。手伝ってくれてもいいんだよ。え、いい？あー、でも撮影で手が離せないか。いつから、うん、そんな意地悪いを、うん、いいようになったんだ。もうね、大開脚とか立てて、もう手伝いますよ。それじゃ、応援します。いっぱい撮ってくださいね。はい、いくよー。ヘイヘイ、はい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 。やってる子も恥ずかしがってんじゃないか。チアはチアだけじゃなくて他のも撮りたい。やってる子も恥ずかしがってんだろ。次は別の格好で待ってますね。これバイバーイ。まず全部脱がしていこう。メイド、決めよう。お付き合い願います。よし。よろしく頼む。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お帰りなさいませ、ご主人様。帰ってきちゃったよ。本日はメイドでーす。今回も、ノリノリで、頼むぞー。ご主人様、ノリノリですね。いいね。メイド服どうかな？今日はいっぱい撮ってね。うん、はい。どこを撮らせる気だ。もっぱいでしょうね。おっぱいって言っちゃったよ。ちなみにメイドさんならではのポーズいきますよ。萌え萌えキュン。もっともっと、なんという、破壊力を持ったポーズなんだ。どうです、うまく撮れました？撮れた。他にはどんなポーズがいいかな。その顔を、そう聞いて、そういうナイスだ。もうメイドだから。
それじゃあ持ってるんかい。お掃除してるとこにします。綺麗にお掃除しましょうね。俺の、しまった、うん、ああ間違えた。いやー掃除って大変なんですが感謝してくださいよ、はい、ご主人様。なかなか難しかった。おお、心から感謝しております。なかなか難しい。もっと乗ってくださいよ。メイドのコスプレはどうでした？バッチリ撮影できましたかね？理性を抑えることで精一杯だったね。たまらない、もうね、メイドキュンキュンですよ。今回はありがとう。次はもっとサービスしちゃうかも。たまんねえぜ。たまんねえぜ。よし。よっしゃ。全部脱がしてる。あ、これいいね。すくみず。すくみずでか。大丈夫ぜ。よろしく頼む。いつもありがとうございます。なんと今回はスクール水着でーす。おぉ、強すぎて死ぬじゃない。なんでかな。ナイスだ。ちょっと攻めすぎたかな。だいぶ攻めすぎた、ね、お客さん的にはどうですか？たまでこう止めようだ。ありって感じ。ありでしょ。よかった。ありでありじゃあたくさん取ってくださいね。よっしゃ、最初から際のいい、うん、おぜけい。いいね。それじゃあまずはこんなポーズでどうかな。体のラインがセクシーだ。そうなの？悪くない。それじゃあ次はこんな感じかな。ちょっと水着が苦しくなってきたかも。苦しいなら脱いじゃっても構わないぜ。はい、はい、なんか体のラインがはっきりしちゃって恥ずかしくなってきちゃった。おー、頑張って取り出すな。そうかな。ナイスだ。スクミズいいな。ねえ、もっと近寄っていいんだよ。マジか。ここは耐えろ。耐えるんだ。気づかず。どんなんだ。今日はここまでかな。マジか。いっぱい撮ってくれてありがとう。マジか。次回も待ってるからね。待ってるぞ。よし。さあラスト、ビキニコース行ってみましょう。
頼むよ。よろしく頼む。はーん、今日も来てくれたんだ。あ、緑。じゃん。どうですか？今回は頑張ってビキに来ちゃいました。おー、何？常連に、うん、なってしまった。かなりの常連に。お前すげー通ってんもん。100万稼いでもこれで。普段はあんまり見せないんですけど、お客さんは特別ですよ。うん、よかった。本当か。まあ、常連さんだとなんかいろいろほらそういうの、まあサービスって微妙にあるんだよね。今日もたくさん写真を撮ってね。私も頑張っちゃうから。おー、思い残る。達成でしょう。うん、そうですね。ナイスだ。よし、今日は特別に。出しちゃう。お客さんの頑張り次第で。出ちゃう、出しちゃう。ちょっと気長いものも。いっちゃう。よっしゃ、その言葉、絶対に忘れんなよ。たまらんね、ほんと。じゃあ、こんなポーズはどうかな。うほほほ、いいな。我慢できないんだ。そうですか？悪くない。そうですかの声がちょっと上ずってた。なんだか乗ってきちゃった。よっしゃ。それじゃあこんなのはどう？あ、いいね。下、下から、下から。よしよし。俺のカメラよ、持ちこたえてくれ。特別だよ。ほんとか。よし、行け行け行くよ。よしよお前の全てを受け取ってやる。どんなんだこれ。今日は素敵な写真を撮ってくれてありがとう。ありがとう。もっといっぱい写真撮ってほしいな。よし、俺フードであったらまず行くわ。これお店の人には内緒で。よし、来た来た来た。内緒で、内緒で、内緒で、すいません。そこ紐をほどいて、紐をほどいて、あーあーあー、行くのか、行くのか。バイバイじゃねえよ、バイバイじゃねえだろ。そ、これから始まんだろうが。おい、よし、クリアだ、クリアだけどさ、とりあえず全部ご褒美、ゲットしましたね。平成の逃した達人、とりあえずね、二人とも逃すことができました。よし、グリューありがとうございました。まあそんなもんだよ。平成の逃せや達人、ね、もう逃せまくりましたよ。さて、まだやってないことあるから行くか。センターは。なんか用か。
任すぞてめえ。とりあえずお前でいいや。金持ってんだろ。金持ってんだろ。チンピラがおら、おら、おりゃ。金出せこれね。金もねえのにかかってくんのバカ。しばらく寝てろ。こら。金もねえのにお前来んじゃねえよ。金持ってっから来いよ。あ、ヘルスヘルス。バッティングセンターは裏か。よし、あそこに変なやついるぞ。金巻き上げてバッティング、バッティング、金を巻き上げてバッティングだこの野郎。おらなチンピラこの野郎。おら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 、この野郎金横でつってんだよ。お前ら金さっきも何万もな、俺がグラビア撮影会でさ金を払ってんだバカ野郎。この野郎ばっかり野郎、金もねえのにこんなとこでうろちょろしてんじゃねえよ。おらおらおら、金早く横でつってんだろこの野郎。金ねえなら歩いてんじゃねえよこの野郎。おら、ああ2000円かしけてんなお前ら。確かに嫌だな。明日か。バッティングセンターへ行きましょう。よいしょ、バッティングだ。とりあえず一回練習させてくれよ。ホームラン。はい、ガッドバス。カットバス。よっしゃ。よし。あれどうしてんの？よくわかんねえ。結局最後打ってきた時にはあの球に焦るってことね。カーソルで。よっしゃ。自分であれ終わんなきゃいけないか。よっしゃ。とりあえず狙う5本後半をして、カーブ、まあ4本から、まあ俺の中ではまあちょっと更新かな。まあちょっとこいつにちょっともう一回チャレンジしてみよう。キリュウさん、頼む。お前らに焼肉なんか食べにさせに行かせねえぞこの野郎。おい、目標5本ね。カットバス。難しい。よっしゃ。はえー、あんなも打てるか。難しい。これもなんか打てそうな気がするんだよな。あ、まあ当たってるけど。ヒットか。野球だったらすげえ。難しい。よし。一本か。ちょっと調子悪いな。野球通わないとダメかもしれん。
これさ、野球のバットとかなんかないの？達人と安心バットがあるんで、この辺をちょっとポイントで稼いでいかないと多分勝てねえな。いい野球、頑張る。カット飛ばす。よし、よっしゃ。いけると思うんだけどな。まあ、コツコツこれでホームランで稼いでいくしかねえか。はい、ということで、ね、本日、私平成の脱がせた達人、グラビア撮影で、ね、全て、脱がすことができましたけれどもね、まだバッティングセンターでナイスと対決したいなと思いますんで、ぜひねバッティングのちょっとね力もね身につけて、また先へ進んでいきたいと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた。